ハイマンジョージ・リッコーバーはアメリカ海軍の軍人。最終階級は海軍大将。原子力潜水艦の開発、配備を推進したため原子力海軍の父と称された。1918年から1982年までの63年の現役勤務年数はアメリカ海軍、ひいてはアメリカ軍の中で史上最長記録である。 議会名誉文勲章を二度授与され、大統領自由勲章を授与された。ハイマン・リッコーバーは、ロシア支配下のポーランドで、マクフ・マゾビエツキのユダヤ系家系の父エイブラハム、リッコーバーと、母レイチェル・リッコーバーの子として生まれた。彼の一家は反ユダヤ主義の大虐殺であるポグロムから逃れるため、1906年に、米国に移住した。その後、マクフ・マゾビエツキに残っていた。 ユダヤ人、コミュニティ全体が殺されるか、さもなければ、ホロコーストの犠牲になっている。リッコーバーの両親は最初マンハッタンのイーストサイドに、今日定め、2年後シカゴのローンデールに今日移した。そこで、リッコーバーの父は、仕立て屋として仕事を得た。リッコーバーの、初めての仕事は9歳の時で、時給3セントで隣人が機械を操作する間ライトを持っておくというものだった。 その後、食品配達の仕事をして、14歳で、グラマースクールを卒業した。シカゴのジョン・マーシャル高校に在学中、リッコーバーは、ウエスタン・ユニオンの電報配達府として、フルタイムで仕事をこなしたが、この時に、米国会議員アドルフ・ J ・サバスの違遇を得た。1918年に優等で、同校を卒業すると、サバスの推薦で、米国海軍兵学校を受験。 見事合格した。1922年6月2日に540人の海軍兵学校生徒中、107番目の成績で卒業、幹部候補生になり、1923年6月21日に機関科士官に任命された。海軍大学院大学で1年学んだ後1930年には、コロンビア大学から電気工学の分野で理学修士の学位を得た。 この後、戦艦レバダでの勤務を命ぜられた。コロンビア大学在学中に、後に妻となるルース、ディーマスターズと出会っており、彼女がソルボンヌでの博士留学から帰った後の1931年に結婚した。1933年、ペンシルベニア州フィラデルフィアの海軍資材部、検査官事務所勤務中に、第一次世界大戦時のドイツ海軍提督。 ヘルマン・バウアーが表した、でアンターシブートを英語に翻訳した。同書は、米海軍において、潜水艦勤務についての基本的な教科書になっている。1937年6月に、彼は、総海底 USS ンチの士官として勤務し、その年の7月1日に、海軍少佐に昇進した。その後、フィリピンのカビテ海軍交渉に勤務を命ぜられ、 1939年8月15日エンジニアリング局の電気部門の副責任者として勤務した。1942年4月10日に米国が第二次世界大戦に参戦すると真珠湾に転勤となった。戦争末期の電気部門の研究で1954年1月11日タイム誌の表紙を飾っている。1946年に潜水艦の動力に 各分裂エネルギーを利用する計画が立ち上がった。同年、海軍艦船局長に就任した戦時の上司、R. ミルズ提督の推薦もあって、マンハッタン計画の中心地の一つであった、オークリッチ勤務となった。マンハッタン計画において知り合った、ロスガン、フィリップ・エイ・ベルソンら物理学者と交友を進めるに、連れて、彼は、艦艇の推進動力としての原子力の利点を、 確信するようになり、海軍艦船局に新設された、核動力部の部長に就任すると、オークリッチ国立研究所の責任者、アルビン・ m ワインバーグと共に研究開発を進めていった。1949年2月には、アメリカ原子力委員会の原子炉開発部勤務となり、その後海軍原子炉部門の責任者として、海軍の艦艇用原子炉の開発を統括して、 ミルズに報告した。このことは、後に、彼が原子力潜水艦ローチラスの開発を任される大きな理由となった。リッコーバーを原子力潜水艦の開発責任者に据えるかどうかは、ひとえにミルズ提督の決断にかかっていた。マンハッタイ計画を指揮したレズリー・グローブス、陸軍中将によれば、ミルズは極めて過断な人物に任せることを望んでおり、リッコーバーが、 一緒に仕事をするのが難しい人物として非常に不人気であることを知りつつもいかなる困難が起ころうとも海軍が信じて任せうる人物は立候場を置いて他にないと判断していたという立候場は原子炉の設計に必要となる物理学的データがまだ不完全である中で高い信頼性を備えた原子炉を全幅28フィートの潜水艦の船体に 収めるという難題に取り組み、ついにノーチラスに搭載される原子炉のプロトタイプとなる S1W を完成させた。ノーチラスは1954年に浸水、収益した。その後、1958年に、中条、1973年には対象に昇進した。ユニークな性格、政治的コネ、責任感、 海軍の原子力推進課に対する深い知識のため、彼は、米海軍最長となる63年の間現役に、止まった。この間、後に大統領となるジミー・カーターを部下に持ち、1953年に、カーターが、家業のピーナッツ農園を継ぐために、大尉で退役するまで、彼を鍛え上げた。この時の経験を、カーターは、自伝、 なぜベストを尽くさないのかホワイノットザベストに記している。ありがとうございます。